おはようございます。いよいよイエス様のお誕生をお祝いするクリスマスの時が近づいてまいりました。今日もこうしてここに共に集まり、主イエス様を賛美し礼拝できることを心から感謝をいたします。アドベント第2週となりましたので、クリスマスの賛美をもって共にイエス様を賛美してまいりましょう。聖餐式がありますので、主の祈り続けて使徒信条を告白していきます。それでは主のお祈りを共にお捧げしていきましょう。3、はい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は
とこしえにあなたのものだからです。アーメン。使徒信条を告白します。3、はい。私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇り、全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。それではさらに3曲を持って主を賛美していきましょう。立ち上がれる方は立ち上がり、主を褒めたたえていきます。そこに賛美があって。
Yeah.
主のイエスの御名。イエスの御名により罪清められ今聖霊が心に住まわれる。それでは代表のお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、天の御使いとともに、回収一同とともに、あなたを心から褒めたたえます。主、あなたはクリスマスの日、私たちの救い主なる聖なる神の子キリストをこの地に遣わしてくださり、ありがとうございます。そして私たちの罪をすべてイエス様の十字架に貼り付け、私たちの罪を清めてくださったことを心から感謝をいたします。インマヌエルなる主よ、今日もあなたの守りの中に置かれていることを心から感謝をいたします。先週は松本浩二さんがバイクで大きな事故に遭いました。首の骨の骨折、またこれ腰の骨の骨折もありましたけども、その災いの中にも主よ、あなたが共にいてください、命を守ってくださいましたから、心からありがとうございます。幸い神経を損傷することなく、手術もすることなく、退院できる目処が立ったことを心からありがとうございます。今日もあなたの守りがここにあることを心から信じ感謝いたします。この御方を通して、主イエス様、あなたがこの時間ご自由にお語りください。そして一人一人の心を強め励まし、新しい1週間へとあなたが使わせてくださいますから、心から感謝をいたします。この時間のすべてをあなたに委ね、聖霊様の働きに感謝し、この祈りを主イエス様のお名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それではお座りください。メッセージの時へと入っていきます。昨日はですね、大阪エルムキリスト教会、私たちと、ね、同じ仲間の教会ですね、同じ教団の永田義秀先生、伝道師先生と上田姉妹の結婚式が生駒聖書学院でありましたので、私が参列させていただきました。前田先生が四式をされて、坂井義之先生も車椅子でね、ちょっと下がってますけど、車椅子に乗っておられますので車椅子で参加されました。そして坂井義之先生が書いた文章をですね、この前田先生が代読するという形で、このお二人を祝福する、そのような祝福と恵みと喜びにあふれる結婚式となりました。このお二人の結婚生活ですね、牧会生活に続けて主の祝福と守りがあるようにお祈りいたします。それでは今日はですね、ヨセフとの結婚を控えたマリアですね、このマリアを見ていきたいと思います。メッセージテーマはマリアへの受胎告知。受胎告知とは、世界の救い主イエス様がお生まれになるということを天の御使いが告げるということです。聖書箇所はルカの福音書1章26節から45節、途中省略するところもあります。そして副題のテーマとして、幸いな人マリアということで、幸いな人マリアについて見ていきたいと思います。ではですね、一節ずつですね、御言葉を共に朗読していきましょうか。最初はルカの福音書1章26から27節、新約聖書は最初がマタイ、次がマルコ、次がルカですね。どうぞ聖書をお開きになる方はルカの福音書を開いてみてください。今日はあまりあちこち飛びませんので、このルカの福音書1章だけでとどまりますので、
ね、もし開ける方が、ね、いましたらぜひお開きください。私もちょっと開いてみますね。前の方にもありますので、聖書持たれていない方はどうぞ前の方をね、もちろん、ね、聖書でも前の方でもどちらでも大丈夫です。それでは一緒に朗読しましょうか。3、はい。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアといった。その6ヶ月目とは、先週お話ししました御使いガブリエルが年老いた妻子ザカリアと、ね、年を取るまで子供を授からなかった妻のエリサベツ、ね、まあ、この妻子エリサベツに現れて、その妻子エリサベツと妻のザカリアからバプテスマのヨハネが誕生しますよと御使いを告げた。それから6ヶ月目です。御使いガブリエルは神様から使わされて神の言葉をガリラヤ、イスラエルの北部の田舎地方、ガリラヤ地方のナザレという、まあ、田舎町の一人の処女、名をマリアと言います。この一人の処女マリアのところに来ました。処女マリアはダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでした。結婚が決まっていました。で、名をマリアと言いました。この御使いはこの処女マリアに、あなたは世界の救い主キリスト様を身ごもって、あなたから世界の救い主キリスト様がお生まれになります、まあ、そのように告げられました。で、マリアは突然のその御告げに戸惑いましたけども、最後はそれは神様の私に対するご計画だと信じて、あなたの御言葉通り好みになりますようにと神様のご計画を受け入れることができました。この時マリアは何歳ぐらいだったと思いますか？まあ、諸説ありますけれども、平均するとだいたい15歳ぐらいだったと考えられています。15歳の乙女マリアですよ。すでに言い名付けがいた、もう結婚することが決まっていたんですね。まあ、当時のユダヤの法律では言い名付けということは、まあ、その時点で法律的にはもう結婚関係にあったんですね。まあ、ですから正確に言うと、もうヨセフとの結婚が決まっており、結婚法律上結婚してますので、結婚式に向かって準備をしていたんです。皆さんの中で15、6歳の時にすでに両親によって結婚相手が決められていて結婚された方って多分いないとは思うんですよね。もしね、自分がこの立場に置かれたらどう思いますか？15歳ぐらいですよ。15歳ですよ。中学校3年生から高校に1年生ぐらい、自分で選んだ人ではなくて両家の話し合いのもとに結婚相手が決められていた。もちろん多少は自分の気持ちをね、こう入れることもできますけども、まあ、ほぼ両家の意思の方が強いですよね。親の考えの方が強いですよ。で、結婚がもう決まっていた。15でお嫁に行くんですよ、ね。どう思いますか？皆さんとどんな気持ちになります？もちろんね、2000年前のユダヤの社会ですから、今の、ね、この現代社会とは違いますよ。もう女性が学校に行って勉強するということはない、ありませんでした。もう学校もない、ね、高校や大学もないんですよ。専門学校もない、会社もそんなにありませんよ。学校に行って勉強して将来本当にいい会社に、ね、就職して、女性であってもバリバリ働いてですね、社会のために役立つんだ、そんな夢を持てない時代ですね。ですからほとんどの女性はおそらく10代中頃で、まあ
両親が決めた、ね、結婚相手とのところに嫁いでいく、それがこの時代の女性の普通の生き方だったと思います。で、結婚相手の、ね、ダビデの家系ですよ。とはいっても、ね、もうダビデ王朝を滅んでいますので、貧しい大工ですね、お相手は。でもね、素晴らしい信仰者でした、ですからね、貧しくても素晴らしい信仰者だから、そういう喜びの気持ちがあったと思います。でも皆さん15歳ですよ、15歳の女性ですよ。私寂しかったと思うんですね。だって15歳で家を出て一人でお嫁に行くんですよ。寂しくてたまらなかったと思いますね。あと結婚に対するね、恐れや不安、15歳ですからあって当然ですよね。私はそのように思いました。そして私ね、いつもね、この15歳でお嫁に行ったというと、どうしてもね、すぐこれを思い出しちゃうんですよ。この赤トンボという歌ね、これね、15でねえやは嫁に行き、お里の頼りも耐え果てた。ここのフレーズがね、いつもこうね、マリアと話すとするとポッと浮かんできちゃうんですよ。この赤トンボを作詞したお方はミキ・ロフーさんという方です。ミキさんという方が作詞しました。でミキさんは5歳の時両親が離婚してしまいました。でおじいちゃんに預けられて育つんですね。でおじいちゃんの家にいた子守の女中がいました。その子守の女中をここではネーヤと呼んでますけどね、その子守の女中、優しいネーヤにいつもねおんぶされてた。その優しいネーヤの背中がこのミキさんの居場所だったんですね。で秋の夕暮れ時、そのお姉さんの背中からですね、追われて背負われてね、赤トンボ見てたんですよ。ところがその子守の優しいネーヤが15で嫁に行ってしまった。こういう時代があったんですね。最初はネーヤから手紙が届いたけども、いつの間にかその手紙も途絶えてしまった。ミキさんは非常に辛く寂しい幼少時代を過ごしました。そして大学を卒業し、カソリックの修道院で国語の先生として働くようになりました。その中でイエス様と出会ったんですね。そしてイエス様を信じました、救われました。ある日の夕暮れ、修道院の窓の外を見てみると、一匹の赤トンボが竿の上に止まっていました。これが4番ですね。夕焼け小焼けの赤トンボ、止まっているよ竿の先。このトンボを見たときに、自分の人生と、いやこの赤トンボと自分が一つに重なったんですね。本当に辛く寂しい幼少時代を過ごしてきた。今までずっと自分の居場所を探してきた。それが今見つかった。私が自分の羽を休める場所、それはイエス様という十字架の木。イエス様が私を愛し、私の罪のために命を捨ててくださった、その十字架の愛の中にミキさんは自分の居場所を見つけることができたのです。マリアにはマリアの人生があり、マリアへの計画があり、ミキさんにはミキさんの人生があり、神様のミキさんに対する計画がありました。主は私たちにもそれぞれ計画を持っておられます。私たちはそれぞれ違う時代に生まれてきました。また違う国に生まれてきました。そして違う文化の中に生まれ、違う家庭の中に生まれてきました。それはその時代にあって、その文化の中にあって、神様を求めるためです。神様を求め、イエス様と出会って救われるために、私たちはそれぞれの時代の中に主のご計画によって生まれてきました。イエス様と出会い、イエス様を信じて、イエス様と共に歩むなら、どのような時代、どのような国、
どのような文化の中に生まれようとも、その人は本当に幸いな人です。さて2番目ですけども、あ、2番目というか次の節を一緒に読んでいきましょうか。28節29節ですね。3、はい、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。アーメン。マリアはですね、ひどく戸惑いました。先週お話ししました。先週ザカリアは、ね、突然御使いが現れてもうひどく恐れてですね、こう動揺しましたけども、マリアはちょっと違いますね。マリアは御使いを見てひどく戸惑ったんではないんですね。マリアはこの言葉、御使いの言葉を聞いて、その言葉に戸惑ったんですね。この言葉、御使いが伝えた神の言葉は一体何だろうと戸惑い、そして考えた。神の御言葉はずっと黙想して考えてるんですね。何の挨拶なのかな。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。主よ、この御言葉は何でしょうかと御言葉を思い巡らしています。この御言葉を思い巡らすことができる人は本当に幸いな人です。マリアは幸いなものでした。ずっとこの御言葉を思い巡らしたんですね。これは一体私に何を伝えたいのでしょうかと。御使いの第一声、おめでとうですね。まあ、突然おめでとうと言われてもね、何だろうと思いますけども、これギリシャ語ではね、カイロという言葉が使われています。これね、もう一個訳があるんですね。本質的には喜ぶという意味があるんです。ですから他の聖書ではね、おめでとうではなくて、ここね、喜びなさい、訳されて、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられます。英語の聖書、ニューキングジェームスバージョンの1章28節、エンジェル、エンジェルかな、よく発音は分かんないですけどね、御使いは言った彼女に、リジョイスって書いてあるんです。喜びなさい、喜びなさい、これが第一声、喜びなさい。何を喜んでいいのだろうとマリアは黙想したんですね。御言葉を思い巡らました。御使い言いました、あなたは恵まれていますよ。本人はね、自分が恵まれているとは思ってないかもしれない、知らないけど、喜びなさい、あなたは恵まれています、神の恵みの中に生きていますよ。続けて、喜びなさい、主があなたと共におられますから。主の姿が見えないし声も聞こえないから一緒にいると思わないけれども、喜びなさい、主はあなたと共におられます。喜びの根拠は主が共におられることです、ね、私がね、どんな道を歩もうとも、たとえそれが試練や困難な道であったとしても喜ぶことができるんですね。なぜならイエス様が共にいてくださるからです。さて続けて御言葉を読んでいきましょうか。1章30節3、はい、すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。アーメン、ね、恐れることはないよ、あなたは神から恵みを受けた女性ですと伝えてきました。そしてこれ以降3節にわたってイエス・キリスト様の誕生の予言を伝えていきます。実はイエス様が世界の救い主としてこの世界に生まれることは旧約聖書にもうすでに予言されていました。この2箇所が引用されていくんですね。これから一つはイザヤ7章14節イエス様がお生まれになる約700年前イザヤという予言書を通して少女から救い主が生まれる、その名はインマヌエルと呼ばれるという予言がありました。
いよいよその予言の成就ですね。そして第2サムエル7章12から16節は先々週見てきたと思います。やがてダビデの子孫から世界の救い主キリスト様がユダヤ人の王としてお生まれになるという予言、これはさらに300年前約1000年前の予言です。ここに主の予言が成就していきます。31節はイザヤ7章14節ですね。そして32節33節は第2サムエル記7章の成就です。一緒に読みましょうかね。3、はい、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。アーメン。御使いガブリエルはマリアに3つのことを伝えました。第一、処女であったとしても男の子を身ごもり産むこと、その名をイエス、ね、主は救いとつけなさい。これが私たちの主イエスキリスト様のお誕生です。そして第二に、その子イエス様は大いなるものとなる、意図高き神の子と呼ばれるようになる。第三に、神である主は遠い昔々予言したようにダビデの王家からダビデの子孫からダビデのような王を与えます。それがイエス様、イエスキリスト様は常しえにヤコブの家ユダヤ民族を治め永遠に生きておられ、その支配は終わることがない、まあ、このような予言、これはイエスキリスト様の誕生の予言です。この時代はね、ダビデの子孫の男性たちは誰がこの栄誉に預かるか、男性はね、ダビデの子孫の男性はね、みんな期待してた。女性はその奥様になることをどこかで期待してた。だって名誉なことではありませんか。すごい名誉なんですよ。マリアはこの身に余る栄誉を受けました。最初読みました、マリアはガリラヤ地方の人です。ガリラヤ人というのは異邦人の血が混じっているんですね。純粋な血統ではありません。ですから南部に住むユダヤの地方の人から見ると、まあ、少し汚れた人たち、ね、ガリラヤ弁もね、訛りがすごくてひどくてね、もう見下されていたんですね、ガリラヤ地方の人は。しかもナザレの町の生まれとありました。ナザレという町は旧約聖書に一回も出てこない、もうほとんど記載されていない、偉大な人物を輩出したことがない町なんですね。ところがそのガリラヤ地方の蔑まれた名もなき田舎町のナザレからマリアが選ばれた。これはね、本当に身に余る光栄です。誰もそんなこと思ってなかったんですよ。だからあえて書いてあるんですね、ナザレの町の、あ、ガリラヤのナザレの町で生まれたと。誰もそんなこと思ってなかった。もちろんマリア自身も思ってませんでしたよ。しかし神はその大いなる恵みによって処女マリアを選び、キリスト様の母としてくださいました。私たちもそうですよ。私たちは、ね、偶像礼拝の文化の中に生まれてきました。神様に背を向けて自己中心的に歩んできた、取るに足らないものでしたけども、神様の不思議な計画によって私たち選ばれたんですね。素晴らしい栄誉ですよ。神様が選んでくださった、そして救ってくださった。ということはマリアに神様が計画を持っていたように、私たちにも神様は私たち一人一人にご計画を持っているということですよ。そのご計画のもとに選び救んでくださった、あ、救ってくださいました。さて続けて読んでいきましょうか。34節35節3、はい、
マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。アーメン。先週のザカリアはですね、この御使いのことを信じずにね、印を求めて、口が聞けなくなりましたけども、マリアはちょっと違うんですね。全く信じなかったわけではないですね。どうしてどのようにしたら処女から男の子が生まれるのですかと、その方法を尋ねたんですね。どうしたらそんなことが起こるんですか。私はまだ処女で男の人を知れませんのに、結婚してないのに、なぜ処女から男の子が生まれますか。御言葉は黙想しても黙想してもわからないですね。どうしたらそれができるか、実現するか、どう考えても不可能だ。方法を聞きました。どんな方法でもありますか。御使いは答えてくださいました。聖霊の力ですよ。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力が、聖霊様はいと高き方ですよ、神様ですよ、力ですよ。聖霊が会うとき、その聖霊様の力によってあなたは聖なるものを生む、罪なき清き神の生贄、神の子羊、神の子キリスト様を生まれると教えてくださいました。そして続けてですね、一つの証が与えられました。私たちの証も大事ですよね。本当にこのように茂高先生がね、こう癒された、その証を持って聞くと私たちの信仰も引き上げられていきますね。光一さんも本当に大きな事故だったけども、本当にですね、私写真見ましたけども、バイクの前がもうね潰れてて、これどうなるかと思いましたけどもね、主が共にいてくださり、神経傷つけることなく、手術することなく退院できると聞きました。ハレルヤ、感謝ですね。私たちも証で励まされ、信仰が引き上げられるように、マリアにも一つの証が与えられました。見なさい、あなたのよく知っているおばさんのエリザベツ、もしくはおばあちゃんのエリザベツ、あの人ずっと子供いなかったけども、あの年になってザカリアとの間に男の子を宿しました。不妊と言われた年老いた人なのに、今はもう6ヶ月目です。マリア信じたんですね。そして神様もう一つ御言葉を与えました。御言葉が私たちの信仰を引き上げていきます。御言葉を読めば信仰が増していきます。信仰を増したいと思ったらどうぞ御言葉を読んでください。神にとって不可能なことは何もありません。一緒に朗読しましょうか。1章37節、3、はい。神にとって不可能なことは何もありません。続けて38節3、はい。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。アーメン。神にとって不可能なことは何もありません。これは私たちが求めるもの、何でもかんでも神様言うことを聞いてくださって実現してくださるよということではないんですね。人間には不可能であっても、処女から男の子が生まれる、どう考えても不可能だと思ったとしても、人間には不可能だと思ったとしても、神にとって不可能なことは一つもない。神様はご自身が語られたことを、不可能のないお方だから、それを可能にすることができる。神様というのはご自身が語った言葉を必ず実現することができる。神にとって不可能なことは何もない。マリア信じたんですね。どう考えても分からんけど、どう考えても不可能だけれども、この私処女に男の子が身ごもる、信じたんですよ。しかしね、信じてね、神様のご計画受け入れました。あなたのお言葉通り好みになりますようにと
神様のご計画を受け入れていくことができました。でもそこには大きな犠牲とかリスクとかいろいろありました。まだヨセフとは結婚式を挙げていません。許嫁の状況ですね。聖霊によって身ごもったんですよ。夫になるヨセフはどう思うでしょうか。それを考えたらね、もう心重くて夜も眠れないかもしれない。なんて思うか、なんて言われるか、どんな誤解を受けるか、お父さんお母さんにはどう説明しよう、兄弟友達には、近所の人はなんて思うかな。まだ結婚式は挙げてないんですよ。今の日本じゃないんですよね。2000年前のユダヤの文化の中です。えらいことになりますよ。もしヨセフ以外の男性と関係を持って子供を宿したという噂が立てば、石打ちの刑で処刑されてもおかしくない状況に置かれました。でもマリアはこの計画をあなたの御言葉通り好みになりますようにと受け入れてきました。なぜなら御使いが約束していたからですね。喜びなさい、主が共におられるから、主が共におられるから大丈夫。そう信じてマリアは主のご計画を受け入れてきました。そしてエリザベスおばさんのところに行ったんですね。するとエリザベスおばさんはこの御言葉を与えてくださいました。1章45です。これ今日の最後の御言葉です。共に朗読しましょう。3、はい、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。アーメン。マリアは主によって語られたことは必ず実現すると信じた人です。ですから幸いな人です。人間的に考えれば不可能なことはたくさんあるけども、主にとって不可能なし、そう信じて主のご計画を受け入れる人は幸いな人です。主イエス様は私たち一人一人にも素晴らしい計画を持っています。マリアはどのようにしてその計画を知りましたか。御言葉を思い巡らしました。御言葉に触れて、御言葉を思い巡らし、御言葉から主の自分に対する計画を見出していきました。それは私たちも同じですよ。聖書を開かずに、お祈りもせずに、私のご計画は何ですかと聞いてもおそらくわからないと思います。御言葉を開いていくときに、それを御言葉を通して主はあなたの家の計画を語り始めます。その計画に対してですね、恐れや不安、戸惑いを覚えることがあると思います。マリアそうでした。戸惑った。これ私への計画、主のご計画の道を歩む中で犠牲や痛みが伴うこともあるでしょう。しかし喜びましょうね。主が共におられることを信じて喜んで主のご計画を受け入れていきましょう。そこに誠に幸いな人生があります。それではお祈りをさせていただきます。愛するイエス様、マリアはあなたの御言葉に戸惑いながらも喜びつつ、主はあなたが共にいてくださることを信じてあなたのご計画の中へと進んできました。本当に幸いなものです。主をどうぞ私たちにもそれぞれの計画が与えられていることを心から感謝します。その計画を思うとき、恐れ戸惑い不安になり、また犠牲を払うこと、痛みを払うことに躊躇するかもしれませんけども、私たちは喜びます。なぜならあなたのご計画の中を歩んでいくときにあなたも共に歩んでくださるからです。主をありがとうございます。そこにこそ誠に幸いな人生があることを信じ、私たちはその道を歩んでいきますので、どうぞ私たちにそれぞれにあなたのご計画を示してくださいますようにお願いいたします。今週もイエス様、あなたのご降誕に向けて、クリスマスの日に向けて、
喜び楽しみつつ歩むことができますように、聖霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス様のお名前によって天皇お父様にお捧げいたします。アーメン。それでは献金の祈りを磯井さんよろしくお願いします。まぶねの中にお賛美しつつ献金の時へと入っていきたいと思います。お祈り感謝します。お立ち上がりください。詩を賛美していきましょう。ただいまですね、聖餐式に入ってまいります。聖餐式は木刀形式で行わさせていただきます。聖餐式は主イエス様と一つにされたことを記念して行う式です。洗礼を受けられた方はパンとブドウ酒をお取りください。まだ洗礼を受けられていない方のためには祝福のお祈りをさせていただきます。それではパンとブドウが回りますので、聖餐を受けられた方はパンとブドウ酒をお受け取りください。
それでは第一コリント11章27節から28節を私が代表して朗読させていただきます。もしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。アーメン。それではしばらく主の前に黙想して聖餐式へと入っていきましょう。愛する主よ、あなたは私たちの罪を雪のように白く清めてくださり、心から感謝をいたします。あなたの十字架と復活、その御業によって今日ここに集められていることを心から感謝いたします。主イエス様は全ての人を愛しておられます。祝福しておられます。ありがとうございます。洗礼を受ける受けないに関わらず、主あなたは全ての人を今ここに招いてくださいましたから、心から感謝します。ここに集われた一人一人に主の大いなる豊かな豊かな恵みがあることを感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。それではイエス様の体を示すパンをお取りください。私が代表して御言葉を朗読させていただきます。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。イエス様が十字架で流された血を示すブドウ酒の杯をお持ちください。私が代表して御言葉を朗読させていただきます。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。それでは主に賛美を捧げてまいりましょう。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。主は今生きておられる。それではイエス様に感謝の拍手をお捧げします。ハレルヤ。イエス様に感謝します。